サピックス の、 あの入塾テストはですね、多数満点だったんですよ。英検の2級に合格しましたかね。サピックスの問題実は全部解いてみたんですよ、4年生と5年生の。板書はしなくて済むようにノートも写してあげちゃってるんですよ。理科と社会は 1.5 倍速で見たりしてます。合理的かつ効率的に。皆さんこんにちは、受験合格コピーの二度見です。今回ですね、花丸さんにお話をお聞きしていきたいと思います。4年生の女の子がいらっしゃるご家庭で、現在は塾に通わずにですね、四谷大塚の通信教材である進学クラブを利用しながらね、中学受験に向けて学習を進めているご家庭のお話になります。まあ、直近3ヶ月のね、様子などもお話をね、お聞きしていきたいと思うんですが、前回の動画でね、視聴者の皆さんからいただいているご質問などもね、一緒にお聞きしながらお話をね、聞ければなというふうに思っております。ではね、早速本編いってみましょう。どうぞ。花丸さん、今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、今回がね、3回目のインタビューになりまして、はい、またね、直近3ヶ月のまあ濃密なお話もお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、前回の動画に視聴者の方からまた質問とかをいただいてるので、はい、まあ最初にもうそこにね、触れていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、で、まあ、一個一個小分けにして私の方で読み上げてきますので、はい。はい。一つずつよろしければお答えいただけたらなと思いますので。はい。はい。ではね、最初なんですが、習い事を整理して今もいくつかされているとのことですが、どのように判断されましたかと。まあ、現在続けている習い事は5、6年生になったらどのように整理されるご予定ですかっていうことで、一つ目の質問いただいてるんですが。はい。習い事は迷いますよね。やっぱり辞めさせられたみたいになっちゃうと、中学受験のせいであれもこれも諦めたみたいになるとやっぱり良くないかなっていうのと、なんかその中学受験の話をお友達とかから聞くと、やっぱり全部を諦めてやったからそういうことさせたくなくて小学校受験で小中高と行ったっていう友達の話もいろいろ聞くので、うん、基本的には本人に決めてもらってるっていう形にしてますかね。なんかちょっとずつ外堀を埋めて、なんかこんなにやってたら回らなくなっちゃうかもしれないねって言って、やっぱりちょっと無理が出てきたところで、ここの習い事がなくなったらもう少し時間自由になるかなみたいな形でしてるんですけど、うちやっぱり絞りきれなくって、うん、よく習ってたのはですね、チアと習字とピアノと、うん、パソコンと、イラストですかね。イラストと、あとは、コナミで体操とプールをや、水泳をやっていてっていうような状況で、かなりいろいろあったので、基本的にはですね、チアダンスだけ、お友達がみんな中学受験の塾行くために、サピックスとか、かぶる曜日だったので、やめて、そこは、すんなり1月末でやめたんですけれども、うん、それ以外はずっと続けてました。そうですね。で、バイオリンも、新たに、実は、3年生の2月から、習い事を整理するんだったら、私、バイオリンを始めたいって急に言い始めて、ちょっとそういう意味じゃなかったんですけれど、バイオリンはやっぱりやりたいっていうものは、やめちゃいけないかなと思って、やめさせちゃいけないかなと思って、とりあえずバイオリンも続けて、土曜日の午後に、学習塾じゃないんですけれども、小学校受験のために行く子熊会っていうのがあるんですけれども、塾が。で、その子熊会が幼稚園に入ってたので、うちは延長保育の一環として、1時間、2時間そういった教育してくれたらいいかなと思って、子熊会ずっと3歳の時から始めてたんですよ。で、それが小学部まで上がって、結局小学校受験した付属の子たちとずっと一緒に勉強するような形になっていて、うん、内容としては付属の子がするような勉強なのですごく良くて、国語算数以外にも知能育成とか、うん、学校の勉強だけに偏らず、そういった社会の勉強とか理科の実験とかそういったのもすごくやってくれる塾だったのでいいなと思ってたんですけれど、やっぱり全員付属で上がってきてる小学生の中、どこまでその塾を続けようっていう悩みがあって、娘はもう一番楽しい習い事だって言ってたので、辞めるのすごく、どこまでこれ付属の子たちと一緒にやろうって迷ってたんですけれど、それはですね、この夏を最後に辞めることにしました。うん、
で、一応その時に私たちは中学受験をする組なんだけれど、実はずっとやってきたこのお友達はもう小学校受験していて、中学受験の必要がないんだよっていう話をして、うん、やっぱりちょっと現実を見てもらって、土曜日の午後全部ここで潰れちゃうっていうのはやっぱり今の私たち の, あのやらなきゃいけないことを考えると、そこの時間を他のことにやっぱり当てないと、あの1週間が回らないので、ちょっとそれを1回やめてみるのはどうっていう相談を、まあ、1年ぐらい前からずっとはしてたんですけれど、いよいよ回らなくなってきて、土曜日の午後があれば随分違うかなって本人も思い始めて、この夏を最後にですね、本当に涙のお別れをしてやめましたね。あとはですね、まだあの本当に習い事整理できていなくって、 5,6 年生になったらどうしようって、もう本当私も悩んでるぐらいで、うちは本当に無理が出て本人がもうやめようっていうまで続けようかなと思ってます。で、ただその好みとの体操と水泳はですね、やっぱりそれを両方やると一日潰れちゃうので、家の近く の, あのスイミングスクールにですね、あのお友達が通ってることが分かって、そのクラスに一緒に入れそうだったので、この間体験授業を受けてきたらこっちでもいいって言ってたので、それはもう体操をやめて、うちの近くのスイミングスクールでちょっとコンパクトにして水泳は続けようかなと、うん、少しずつ整理しているっていう感じで、うんね、はい、最近思うのはやっぱりこう親子の中で、まあ、はい、うまくこう会話をしながらどういうふうに調整していこうかっていうのがやっぱりいいのかななんていうふうに僕こう感じてたりしてたので、やっぱこう娘さんとしっかり話をしながら徐々に徐々に、まあ、いきなりズバンって言ってやめるよりはそういう方向の方がいいっていうようなお考えですか？そうですね。ただ本当に前にも話したと思うんですけれど、2月が始まって全然回らなくなって、もうこれ無理だよ、全部やるなんて無理だから、もうこれもやめようみたいな感じに私がちょっとパニックになっちゃったこともあったりして、そこはちょっと反省点として、やっぱりあのその時娘とも話して、娘は海やめてもいいよみたいには言ったものの、やっぱりやめたくなかったみたいなことを、後からもう一回もし続けるなら続けるみたいな感じで1週間ぐらいして聞いたら、やっぱり続けたいみたいに、あ、他のも頑張るから続けたいって言ってたので、あとやっぱり自分がパニックになった時には半ば強引に辞めさせそうになっちゃったなっていう経緯が一番最初にあったので、少し今は落ち着いて、はい、娘とちゃんと話しながら自分の目標も決めて、時間的なこと考えて、無理が出てきたところをあのやめてもいい優先順位であの決めて少なくしていこうかなと思ってますかね、うん、ただなんかどれも削れないなって思う習い事かなっていう気持ちもあって、うん、もしできたら本当に6年生の最後まで休会は 1,2 ヶ月するとか考えてもいいかもしれないですけど、うん、やりたいなとは思ってますかね。まあ、こうすると実際5、6年生になった時にどういうふうにね、はい、まあ、整理というかセーブをしていくかっていうところが、なんか動きがあれば、まあ、またいずれそのお話も聞かせていただけたらなと思いますので、はい、まあ、実際習い事の整理はね、どのご家庭でも判断が難しいっていうところだと思うので。そうですよね。小学生にそこまで取って勉強させるかっていう、もう本当に、うん、はい、そこのところで、うん、それで偏差値が 1,2 個上がったところで何か人生において 1,2 個プラスになるのかって考えると、うん、やっぱり習い事小学校の時にしっかりって言っても、うちは本当に趣味程度ですけれど、楽しく過ごせることも大事かなと思うので、うん、あとはやっぱりそこ親がしてあげられるバランスの取り方なのかなと思うと、うん、余計難しくてできないですよね、うん、そしたらですね、ちょっと次に移ります、はい、ほとん算数と進学クラブの算数は問題傾向が似ているのかなと思ったのですが、まあ、ほとんど先取りをして四谷大塚で復習する利用の仕方でしょうかと。進学クラブも1年先取りができると思いますが、算数はほとんどの方が教え方や内容はいいんでしょうかっていうことで。はい、
なんか私、子供が1年生になった時から中学受験どうしようっていろいろ、かなり早い時期から必死にいろいろ調べてたっていう経緯があって、2年生からやっぱり、公文以外のもう少しこう、思考力とか中学受験につながるような勉強をさせたいなっていうのは1、2年生の時からやっぱり思っていて、2年生から先取りできそうなのがですね、Z 会の中学受験コースっていうのが3年生から始まるので、それを1年早く先取りするのはありかなと思っていて、四谷大塚の予習シリーズってやっぱり4年生からになっちゃうので、なかなかこう先取りっていうのも結構難しいかなって思ったのと、進学クラブで本当に先取りしようと思うと4教科、まあ、2教科でもできるのかもしれないですけど、基本的には4教科ついてきちゃうので、ちょっと、そうですね、予習シリーズを自分でやるっていうのもちょっとその動画としては十分じゃないかなっていうのと、小学校低学年が簡単に分かりやすく先取りできる教材でって考えたら、 Z 界の1年前倒しかどうしようって思ってたところに、フォトン算数オンライン教室ですかね、のオンライン教室が始まった1期生なんですよ、うちの子たちが。で、新2年生になるところから飛び級クラスでフォトンできますよっていう話を、まあ、お友達から聞いて、あ、それって今求めてたものにものすごくぴったりと思って聞いてみたら、入塾テストもないですし、とりあえず始めるっていうこともすごく簡単だったので、Z 会とフォトンを一緒に始めるような形にしたんですけれど、ちょっとやっぱり Z 会はなかなかこう自分で頑張ってやっていくのがうちは難しくって、フォトンのように週3回ですね、どん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 配信されて、それをタブレットでどん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 解いていくっていうやり方が本当に簡単に始められて、娘もすごく楽しかったので、そのまま結局 Z 会はやめちゃってフォトンになったっていう形ですかね。たまたまその話が耳に入ってきたのでっていう状況で始めたフォトンだったんですけれども、本当に細かく丁寧に小学2年生でも十分1個上の飛び級クラスに後々なれるように、細かく細かくやっていただいているので、結果正解だったかなと思います。予習シリーズは今やっぱり復習で使えてるかっていうと結構難しいですよね。予習シリーズ演習問題集最難関問題集ってあるんですけれど、予習シリーズの内容は確かにフォトンと被るところがあるので結構うちは飛ばしちゃってるんですけれど、後期4年の下からはちょっと全部飛ばすのは危険だなと思って、基礎演習っていうんですかね、多分問題のところは演習問題と基礎問題かなのところはもう今やるようにしてるので、そこで軽く復習して、応用難関の方の難しい問題も手をつけるって形にしてますかね。それフォトンでこうやってた算数の部分と今その進学クラブでっていうところで、うまく連動してる感じですか？連動してると思います。圧倒的にフォトンの方が量多いですけれど、四谷大塚の予習シリーズは改訂されてからっていう、その YouTube 情報ですけれど、改訂されてから本当にステップが本当に大きくなって、練習問題ほとんど積まずに、応用とか難しい問題が多いみたいに、言ってる先生が多かったので、確かにその通りだなって思うぐらい、基礎のところが結構薄めかなと思うんですよ。だから飛ばしてその先をやりたい、生徒さんにはいいと思うんですけれど、基礎が全然、初めましたでやる方々には結構厳しいかなと思うので、そこはかぶってはいますけれど、フォトンの方がずっとずっと細かく丁寧だったっていうところですね。で、サピックスの生徒ではうちはもちろんないんですけれども、サピックスの問題実はちょっと気持ち悪いってもらわれちゃうかもしれないですけど、私全部解いてみたんですよ、4年生と5年生の。譲ってもらったのを4年生と5年生のを娘が1年生の時に全部解いてみて、4年生と5年生は少なくともテキスト の回答を見ればなんとかできるっていう問題で、4年生はそんなに難しくないなと思ったので、サピックスは結構 4、5年生に基礎を固めるっていう感じなのかなって自分では印象として思ってて、四ツ谷はまた全然違う感じですね。基礎はさらっとその先重点的にっていう感じだと思うんですけど、
私も通ってるわけじゃないので実際の四ツ谷の教室がどうなってるのか分かんないんですけれど、そうなのかなと思いながら進学クラブの映像を見ると、進学クラブの映像って予習シリーズと演習問題集の一部しか載ってなくって、その先の最難関問題集は全く解説がないんですよ、うんうんうん、なのでどこに焦点を当ててるのか正直よく私はつかめてないです。ただ私は、うん、それで個別場っていうのを始めて、うんそう、今は算数は進学クラブと個別場を併用するような形でフォローしてますかね、うん、個別場出てきましたねはい、いよいよ手にする時が来たっていう感じで目はつけてたんですけど、ずっとここ数年個別場はねかなり聞くようになってきましたので。あ、そうですか、はい、まあ、うちの子がやってた時はまだね知る人ぞ知るでしたけど、今かなりの人が存在は知ってるのかなって言って、使われてる方も非常にいいっていう風にね、いう方が多いので、やっぱりそういうところもしっかりリサーチはされてるんですね。そうですね。やっぱり困ってしまって、なかなか最難関とか演習問題集の難しい問題を教えてもらえそうな YouTube もちょっと見つけられなくって、うん、個別場に行き着きました。うん、すごい早いですし、説明早いですし、字もやっぱり進学クラブの先生とかの方がすごく綺麗だったりとかして、うん、子供にはきっと進学クラブの方が分かりやすいでしょうって頭にあったんですけれど、今難しい問題をその個別場で娘聞いてると、なんかやっぱり感動するみたいで、うん、わこの先生すごいとか言いながら、うん、一応そんなに苦じゃなく聞いてそうなので、うん、難しい問題を簡単にさらっと教えてくれる、うん、スタイルっていうのは結構子供心に響くのかもしれません、うん、もうパッパッパってこうタブレットを使いながら解説するというよりも解いてるのを口に出してるっていう感じでね、あ、なるほどっていうふうに、はい、入ってきやすいかなっていうのは自分もちょっと見た時に思ったんですけど、時間もね短縮できますしね。そうですね、うん、だいぶスピードアップできるようになりましたね、うん、まあ、確かに、あとね、途中だった四ツ谷大塚改訂されてから、こう、ホップ、ステップ、ジャンプの幅がちょっと大きすぎないかっていうことは、なんか話題になってるって聞きますよね。かなり聞きますので、はい、まあ、とはいえ大事なその基礎の部分っていうのは、まあ、ほとんどしっかり学習を進めているところは、プラスになりそうですね。それがないと結構大変かなと思うんですけれど、うん、やっぱりそれはそれで予習シリーズだけでもしかしたら授業はやってるのかもしれないですね、うん、算数は特にこう解けるけどなんでこうなのかはいまいちよく分かってないとかって言って解けちゃったりする時があったりするので、はい、そういうね基礎的なところっていうのは今の話だとフォトンかなりいいですよっていうことなので。そうですね、フォトンいいですね、うん、テストがなく始められるっていうのもオンラインは魅力ですね確かに進学クラブもですけどねそしたらですね、ちょっと次に行きますね、はい、もしよろしければ間違い直し用ノートどのようなものか写真で載せていただけたら嬉しいです。まあこれは事前に私もすでにメールでいただいてるので、はい、編集で出しちゃっていいですか。もちろんです。本当、すごくシンプルですけれどね。はい、すごくシンプルでしたね。余計なこと何も書かないです、ね。それじゃあ、編集で載せるようにしますので。はい。はい。間違い直し用ノートのポイントとしては、じゃあもうコピー取る前提なので、回答をなんか2つ折りにしちゃっていて、うん、ノートを見れば回答はピラッと見れるけれど、コピーすると真っ白になってそこが計算できるスペースになるっていう形に一応してるのがポイントですかね、うんうん、確かにノートにコピーしたのが貼ってあったので、まあコピー枚数もね、はい、かなり毎月使われてるデータが先ほどちょっと見たんですけど、はい、まあそういったところな、はい、間違い直し用のノートを作るためにもコピーは結構使っていただけて、そうですね、はい、まあいろんな使い方ある中でね、確かにそういう使い方ができるっていうのもコピーの良さかなと思うので、それをちょっと見ていただいて、はい、あ、なるほど、こういう時もコピー使うんだなっていうふうにね、ちょっとコピーのレンタルもね、ご検討いただけたらと思いますので。はい、一応ね、そしたら次に、勉強の時に横についてらっしゃるとのことですが、教えたりもされますか？教える部分は映像授業でしょうか？ということで、どうでしょう？これはですね、教えられません。なんか私が医者でそのサピックスも解いたりとか
言うと、なんかこうまるで塾の先生のように教えられると思ってるお母様方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれど、正直ですね、それをやってみたいなと思ってちょっとサフィックスの算数も解いたんですけれど、そんな生半可な状況では人に優しく教えるなんてこと難しくて、教えることはもう諦めて、基本的には私自学自習で今まで自分が来たっていうところもあって、塾なしでも医学部入ってはいるんですよ。なので基本的に今も医者になってからも医学部入ってからも基本的にはやっぱり自分で教科書を見て参考書を探して必要なアイテムを自分で揃えていって、足りなければそれを探しに行ってっていう形でずっと今に至ってるので、基本的にはですね、その勉強の仕方を教えてあげるっていう感じで、映像授業を見て問題を解いて、問題でわからないところがあれば教科書に戻って、まあ、それ一緒にやりながら、まあ、こう問題見てごらんっていう感じで、別に意識してそれを教えてるわけじゃないんですけど、いつも自分がやるように答えがやっぱり私もわからないので、まあ、書いてあるんじゃない教科書にとかって言いながら、調べて、ああ、あったあったって、そこにまた線をしてっていう形で、普通に自学自習をするのを横でサポートしてるっていう形になるので、基本的にはわからない問題をサラサラサラって言って隣で教えてあげたりってことは全然できないです。ただ小学生の勉強なので教科書に書いてありますし、調べようと思えば iPhone とかで普通に調べて、 Google で調べて、花はこんな感じだったよみたいなの見せたりとか、そうですね、それのサポートをしてるだけで、誰にでもできます。はい、まあ、ある程度学習の、ね、習慣もこれまでにお子様自身がもう積んできてるからできるっていう面もあるかもしれないですけど、今の花丸さん側ので言うと、まあ、そのヒントをいつでも差し出せるようにだとか、まあ、そこでこう止まってしまう時間が長くならないようにサポートをしていくっていう意味で言うと、確かに準備さえすればある程度誰でもできるよっていうふうに、はい、準備も正直何もしてないですけれどね。それはすごいですね。だからわからない問題、間違えた問題があったら、そこの部分の予習シリーズ見たら、ほら載ってた、あったあったとか言って自分でもわかるので。ああ、なるほど。はい、私は授業内容正直把握してないです。隣にいますけど全然別なことやってるので、一緒にあんまり賢くはなってってないです。まあ、でも問題は教えられたらいいとは思うんですけど、教えられなくてもっていうふうに僕も思ってはいるんですよ。はい、ただ、横にこうついて様子を見たりだとか、この場合はどういう時にこうどういうつまずき方をするんだとかっていうのをこう見ることで自分が親として理解できることも自分の時はあったので、はい、まあ、まず横についてみるっていうのはおすすめですよね。おすすめです。国語に関しては多少横について教えたことはこの1年間、過去1年間ではあって、それはやっぱり教えてよかったなと思うんですけれど、本当に国語でもし悩んでらっしゃるご家庭があれば、 3,4 年生のつまずきってびっくりするぐらい本当に初歩的なつまずきで、もう知らない語彙とかじゃなくて、あと知らない言い回しとかひらがなの部分ですよね。もうそれがちょっとわからないだけで、そこに丸つけてきたりするんですよ。で、ここの答えわかるって、どうしてこうだったと思うって聞くと、口ではこうって答えられるのに、急にその選択になると、なんか知らないか読めない感じあるなとか、知らない言い回しあるなとかで丸つけてきちゃったりするので、なんかそこを修正してあげるだけで治ったっていうような簡単なものは教えたりしてますかね。なるほど、確かにそういうとこありますね。国語なんかだと、なんでそこ丸つけたのっていうのがね、はい、もしかしたらこれなんじゃないかっていう変ななんか予測ゲームみたいな形で。そうですよね、はい、はい、確かに確かにそういうのはあるかも。だからそういうところはやっぱり横についてることで、はい、まあ親子で発見していけるっていうのは、意味でもやっぱり、まあされてない方がいたら、まあおすすめしたいですね。そうですね、特に 3,4 年生低学年のうちはしてあげたらいいのかなっていうのと、あとうちやっぱりそうですね、間違えた問題の解説は動画で見てることが多いので、その動画を見るサポートは全部してあげちゃってますかね。ちょっと時間の無駄になっちゃうかなと思うので、問題解説はポチってすぐ始められるようにしてますかね。
それでやっぱり映像授業っていうメリットがそこにありますね。はい。うん。じゃあそしたらですね、次に行きます。進学クラブは映像授業を見るだけで時間が取られると思うので、はい、どのようにされているのか詳しく知りたいです。全部は一応見てはいますよね。はい、飛ばしながら。いいですね。飛ばしながら。はい。理科と社会は全部見てますけれども、うん、国語は読み方とかは正直もう見てなくて、うん、間違った問題とか記述ですね、うん、記述は合ってるかどうかが正直私が見てあげても本当にそこのポイントが入ってるのかわからないっていうのがあって、うん、記述だけは見るようにしてますかね、うん、なるほどね。で、算数は進学クラブの説明すごくわかりやすいんですけれど、それも間違えた問題だけにしちゃってます、うんうん、はい。なんかこんないい先生たちの授業全部聞いたらいいだろうなって思うんですけれど、まあものすごい時間かかっちゃうので、うん、そうですね、そうしてますかね、うん、で本当に理科と社会はひどい時は 1.5 倍速で見たりしてますで、あとは、ここはちょっと過保護かなって思う方もいるかもしれないんですけれど、ノート、板書はしなくて済むように、なんかポイントを写してねみたいな時間があるんですけれど、それはですね、ノートも写してあげちゃってるんですよ。ああ、なるほど。で、なんていうんですかね、必要な、入れなきゃいけない用語、うん、覚えなきゃいけない用語に関してはそこだけ書けば済むように穴虫食いみたいにしておいて、それ以外のところは全部板書してあげて、説明のところですね。なので止めて書き写すっていう時間はなく、1時間でもう見終わるようにしてますね。なんか本当にこういかに時間をロスなくいくかっていうところに注力をされているっていうことなんですね。もう、はい、合理的かつ効率的にっていう形で考えてますね、うんうん、まあ確かに分かってる問題をね、ちゃんと聞いてもう一回確認してみようっていうこともそれは一つとしてありますけども、まあそこはね、はい、優先的に行うとこではないと思えば、まあ、まずは間違えた問題とかポイントとなるところとかっていうところを中心にピックアップして、はい、うまくこう花丸流にカスタマイズしながらっていう感じですね。はい。じゃないと興味も続かないかなって思うんですよね、うん、やっぱりぼーっと最初から最後まで見てみようってなかなか大人でも厳しいかなと思うので、うん、確かにそうかもね、うん、そうかもしれないですね。はい、はい、うん、確かにこうずっともう見て見て見てで、それがね1時間経ちましたっていうとちょっと飽きちゃう時もまあありますね。ありますね、うん、で理科と社会はやっぱり本当に知らないことを最初から最後まで教えてくれて、先生方もすごい楽しく教えてくださるので、そこを飽きることなくなんか一緒に声出して、うん、できるできるできるとか言いながらやってますね。まあうまくこうご家庭の中でその映像授業っていうのをこう取り入れていくいいとこ取りっていうところですね。ここも次が、あとご主人様は勉強に関わってらっしゃいますかっていう質問が次なんですけど、うちはですね、なんか良くも悪くもワンオペで基本的には今までここまで来ているので、うん、家の中がそういったことで揉めないっていう平和な一面はいいところかなと思っていて、ただ本当にワンオペで自分もオンコールとかやりながら娘の子育てしてきて、全部本当に頼みの綱はママ友でやってきたので、うん、今までの人生は人に頼ることってあんまりなかったんですけれど、この10年は本当にもう人のことを頼りまくってですね、ママ友に支えてもらいながら今生きているっていう感じですね。ママ友の方は結構人数多くいらっしゃるんですか？そうですね、本当にコアとなるママ友は数名ですけれども、うん、でもそのママ友も多分私にとってすごくこう必要とされてるっていうのを分かってくれていて、学校が突然お休みになったりとか警報出たりすると休みになったりするんですけど、すぐ連絡くれて、あ、明日うちで預かれるよとか、うん、コロナでいろいろ本当に大変でしたけれど、ママ友に支えてもらってという感じでやってきてますかね。なので、うん、その中学受験の勉強もお互いに、まあ、こう情報を、なんていうんですかね、本当に協力している戦友みたいな感じで、うん、
過ごしてますね。でそれがあるのもやっぱり子供が公園遊びしてるおかげだと思うんですよ。今もあと夜真っ暗な中子供たち遊んでいて、都会の子供はすごいなって思うんですけど、その公園にもう30人も40人もやっぱり夜真っ暗でもいるので、その生活をうちもずっと続けてるんですけれど、そこで今はもう週1回ぐらいに減っちゃいましたけれど、集まって遊ばせてる1時間とかペチャペチャ喋りながら、そうですね、関係づくりをずっとしているので、もう本当に家族みたいな感じですね。向こうが困った時には私たち何があっても駆けつけるよって思ってますし、いわゆるそのママ友の世界ってのは僕は全然わからないんですけども、はい、まあ父親同士でそこまでっていうのはないので、ある意味こう女性のなせる技なのかなとも僕としては感じるので、そうですよね。うん、いや本当にでもそうですね、やっぱり中国受験どうかなってその説明会とか聞いてみてやっぱり思うのは、切磋琢磨はいいと思うんですけれど、変な競争心ってやっぱりなんか良くないものも生んじゃうかなと思って、なんか自分が今までの人生で頑張れた時ってやっぱり周りにも一緒に頑張る仲間がいて、それをこうライバルだとか隣の人よりも1点でも多く取りたいなんて思ったことはあんまりなくて、なんか一緒に頑張ってくれる仲間とか、困った時に助けてくれたり励ましてくれる仲間がいることで、国家試験の勉強とかも1年間とか本当に毎日14時間とかずっとやり続けたりとか、まあ、医学部ってそこそこ本当に大変なので、遊ぶ時遊びますけど勉強する時は本当に缶詰で14時間とか毎日するので、それ私ずっと友達とやってたんですよ学校で、なので一人じゃ絶対にできないっていうことができるのが周りに友達がいるいいとこだと思うので、なんかそこで私はやっぱりそのあなたが1番であなたが2番で席はあなたが前の方ねみたいなのにすごい抵抗がやっぱりあるんです。はい、なので今もそういう気持ちで自分が持ってる情報は当然みんなに開示して、みんなに助けてもらうとこ助けてもらって、みんなそうですねいいとこ行けたらいいかなっていう感じで、文化祭とかもやっぱり友達と行った方が子供もすごい楽しいので、体験授業とかも友達と基本的には行くようにしてますかね。じゃあもうそのネットワークはこれからも続いていきそうですね。そうですね、それなしでは本当生きていけないぐらい今うちにとっては欠かせない仲間ですね。わかりました、ありがとうございます。はい、そして家事に時間を割いていないとのことですが、コープミール以外で利用されているものが何かあれば知りたいです。まあ、家事はですね、本当にご想像通りなんですけれど、本当にほとんどしてなくて、まあ、うちではやっぱりロボット掃除機、食洗機、ドラム式乾燥機付き洗濯機っていうのはもう3種の、家事の3種の神器でフル活用してます。掃除はほとんど家電しか動いてない感じで、気がついた時にだけさささっとなんかこう拭くっていう程度で、あとはですねご飯をママ友に作ってもらってた時とかもあるんですよ、うちそこまでなんですね。そのママ友が海外に行ってしまって、中国人の友達だったんですけれども、結構日本人よりもそういうところは頼みやすかったりして、なんかお金払うから私のご飯作ってよって言ったら、もうおいよいよみたいな感じで作ってくれて、週に1回3日分ぐらいタッパー10個ぐらいに入れてもらってもらうっていうのをですねずっと続けてたんですけれど、違う国にちょっとお仕事の都合で行っちゃったので、今はしょうがないミールキットと、あとは そうですね、なんだったっけな、オイシックスのミールキットとかも使ってはいました。その有機野菜でとかって言って使ったんですけど、それですら私やっぱりちょっと大変だなと思って、今はもう全てコープさんです、ね。なるほど。あとはコンビニも使えますし、基本的に全部楽な方ですね。お米は無洗米ですし、週に1回ぐらいしか炊かないで全部冷凍して、ご飯はチンですし、人様に言えるような素敵な食生活は全然してないです。外食も多いですしまあ途中お話にあったお友達に作ってもらうっていうのはちょっと僕が予想してたところのさらに上だったのでちょっとびっくりしましたけどなるほど、その手があるんだって。はい、まあでもあとなんだろう、まあオイシックス確かにとはいえちょっと作んなきゃいけないですもんね。
そうなんですよ。いや、びっくりするほど、少ないんですけどね、工程は少ないんですけど、食材が切れてないっていう、当たり前だっていうところなんですけれど、あとはやっぱり週に1回ちゃんと受け取らなきゃいけないんですけれど、コープさんは、勝手に入れて帰ってくれるんですよ。ん？入れて？どっか？玄関先に、なんかなんて言うんですかね、なんか荷物入れられるところがあって、はい、なんて言うんでしたっけ、宅配ボックスみたいな？宅配ボックスじゃないんですけど、各部屋についてる、なんて言うんだろうな、で、収納ボックスみたいなのが大きなの、はい、トランクルームっていうんですかね。うん、うん、うん。で、うちのマンションはそのトランクルームの中に入れて OK っていう形で、コープさんと多分、契約してくれた方がいるみたいで、うん、そこに勝手に入れてってくれるんですよ。じゃあ、それは、なんだろう、冷蔵物とか、ちょっと細かい話ですけど。はい、コスチロールの箱に入って、ドライアイスも入ってくるので、なので、うちではしょっちゅうドライアイスで煙を出して遊ぶっていう遊びをしてます。楽しいやつ。楽しいやつです。はい、カタ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 って言って。ちょっと真っ白にしたくなりますね。あれ、僕も未だに真っ白にしたくなりますもんね。そうですよね。はい。オープンミールは、まあ、一番ベストっていうことですね。はい、花丸家として。はい、もうネットでオーダーして、はい、うちスーパー近くにないんですけれど、うん、みんな困るよねって言ってるんですが、困るってこと、まずないですね。うちスーパー本当に行かないので。まあそうですね。うちもね、6年生とか直前期は結構かなり時短料理とかやってましたけど、もうすごい丼が多かったりとか、はい、何でも丼にしたりとか、まあ、焼き鳥買ってきたら焼き鳥は焼き鳥丼。すき焼き作ったらすき焼き丼みたいな感じで子供はね。もちろん、一汁三菜どころか、一汁一菜しかうちは本当に生き物なくて、お味噌汁とサラダだけは交互ぐらいに作ってますかね。うんうん、ただそのレパートリーも本当に2種類ぐらいを回していて、自炊そんなにしないので、自炊のレパートリーが2個ぐらいでもちょうどよくいろいろまんべんなくって感じになるので、うんうん、もうできないことは頑張らずにアウトソーシングしてストレス溜めないっていうのが私の方針です。なるほど。なんとなく分かってきました、もうこの。はい、花丸さんのあれが。分かりました。ちょっとありがとうございます。で、はい、最後、これね、小学生からいただいたのかな？聞いてみたいんですが、小学校に行っている普通のテストは100点ばっかりなんですか？っていうふうに。そうですね。まあ、全部が100点というわけではもちろん全然ないんですけれども、やっぱり学校の勉強は学校でちゃんと習得してきてるのかなっていうのは親として見てて思いますかね。うん、結構真面目ですかね。まあ、天真爛漫ですごい活動的なところはあるんですけれど、学校の勉強とかは本当に楽しんで受けていて、学校の勉強のフォローとか家で、まあ、宿題以外まずやってないんですけれど、理科とか社会はそこで勉強してきたことだけで、まあ、間違っても1問とか2問とか、うん、でほぼ100点では確かに来ているので、予習もしてないですけれど、そこで一生懸命習得してきてるっていう現状かなと思います。うん、まあ確かに毎回100点っていうわけじゃないんですよね、意外とね。ただやっぱり間違えた問題が1問2問だと本人もそのままにはしないので、必ずなんか間違えた問題を確認はして、うん、嘘みたいな感じで調べて帰ってきて、うん、こうこうこうで間違えちゃったみたいなことはいろいろ言い訳してますけどね。うん、だからあれが間違いが多分なんか10個も20個もあったら嫌になっちゃってやらないだろうなって思うんですけれど、うん、そのテストとしてはそれぐらいで、解けるテストってちょうどいいのかなと思ってます。うん。一応ね、結構もうあっという間に時間が経ちまして、もう少しだけね、お話聞きたいんですが、まあ、直近のね、お話をお聞きする前に、途中出た、弊社のコピー機のお話を少し、もう少しね、お話聞かせていただければと思いまして、どうですか？業務用コピー機、最近こう使われてる中で。はい、コピー機はもう本当に勉強に定着してきましたね、うちでは。もう最初はいろんな使い方をしていて、予習シリーズをまあ全部コピーしてみようとか、上の子ですね、してみようとかしてたんですけれど、今うちの使い方としては、1週間分
を週末のうちにコピーして、それをまあちゃんと折ってテキストに挟んでおいて、テキストを開けた瞬間にもう何をやるかが明確になるように、スケジュール管理も兼ねて今週分っていう形でコピーをこまごまと取るようにしていて、まあそれができるのも業務用コピーで立ち上げが苦じゃなかったり、1枚2枚は本当あっという間に取れちゃいますので、そんな形で都度取ってるんですけれど、でその日の勉強が終わった後にバツがついたもの、もう一回今週中にやりたいものはそこのページはまたコピーしておいて、次開けた時にパッとそこだけ丸ついてるところだけ復習できるようにって形で、一応忘れないようにホワイトボードにも書いてはいるんですけれど、開けた瞬間から始められる、もう私が求めてる合理性と効率性を求めるのには最高の準備ができてるかなと思うので、そういう形で、そうですね、使ってるのと、個別版も今は個別版ウェブって使ってない、ウェブ授業使ってないんですけれど、テキストが基本的にはないので、個別版ウェブ授業でやるときにはコピー機も大活躍だなと思ってチラチラちょっとチェックしてるのと、あとお友達でサピックスとかグノーブルに行ってるお友達がいて、そのママ友さんの話とかを聞くと、コピーどうしてるっていう話をこの間した時に、みんな全部一度スキャンしてるって言ってたんですよね。コピーしちゃうっていう方もいっぱいいると思うんですけれど、大量のコピーと教材にあふれて分かんなくなっちゃって、うちもやっぱりその先にコピーしすぎると結局そこから探すのが大変ってことが、あったので、スキャンをしておくって言ってたので、ただ大量のスキャンがすごく大変なのよねみたいな話をしてたので、いいのありますよっていうことで紹介しておきました。ありがとうございます。はい。まあ途中あったのだと、やっぱりコピーをしておくと、もうやること明確っていうのと、はい、その復習のさらに間違えたところの復習、これもコピーしておくことでしっかりこうワンセットで取り組んでいけるっていうのは、僕はすごくいい流れが作れるなって思ってるので、だからコピーをするって、まあコピー機なんですけどね、学習のサイクルを作ったり学習習慣整えたりっていうところには結構意味があるのかななんて、まあ僕はね、手前味噌の話になっちゃいますけど、本当にスケジュール管理はコピー機がしてるって言っても過言じゃないぐらいですよ、うちでは。であとね、途中だったらそのスキャンも、それこそ時短のためには業務用だとね、あっという間に綺麗にスキャンして保存することはできるので、やっぱり業務用コピー機家に置いてからは全然違いますか？違いますね。コピーを日常の中で使うことなんてやっぱり家庭用プリンターの時にはなかったので、そういうスケジュール管理ができなかったので、うちはホワイトボードにあと何をやっとくかとかを書いてたんですけれど、それ見てチェックしてたのが、もうやるものが明確でやりやすくて、受験勉強には必要だと思います。実際こういったインタビューをさせていただくちょっと前からね、花丸さん実はもう普通にレンタルで使っていただいてまして、まあ多分その前からどうしようかなって悩んだ時期もあったかななんていうふうに僕はちょっと記憶してるんですけど、はい、どうですか、その結構早い学年、まあ3年生とか4年生でこんなにコピーいるかななんていうふうに考える方とかね、いらっしゃるんですけど、実際お問い合わせの中で。そうですね。まあ、うちがまずちょっと早めに入れたのは、みんなが殺到する時期にぶつかって、スタートダッシュに遅れちゃ困るっていうので、なんか2ヶ月ぐらい前に準備として置いたんですけれども、今ですね、実は中学受験の勉強以外にも、苦問式をうちまだ国語と英語やってるんですけれど、それをですね、毎週分、まあ、今、1日5枚で6日分で30枚どちらの教科ももらってるんですけれど、それをですね、全部表面コピーし、拡大コピーして、英語を英用にする形でコピーしてるんですよ。で、5枚セットにして1日分って形で挟んでるんですけれど、もしかしたらそのクモン徹さんの考えからは反しちゃうかもしれないんですけれど、クモンってめんどくさいところは裏面の問題を表面をパラパラしながら解かないといけないっていうところがあって、それを
短期記憶するのにいいと考えてるのかもしれないんですけれど、正直そんなにそれメリットないかなと、無駄な時間はやっぱり多いかなって私は思うので、表面をもう拡大コピーでそれを見ながら写していくとか、スペルとかもですね、長文読解も覚えて書かなきゃいけないなんてことまずないので、見ながらちゃんと書いていけると思うので問題って、なので別に表裏表裏って何回も繰り返さなくてもいいかなと思って、雲のお供としてすごく効果的だと思います。それがいいか悪いかちょっと本部のものじゃないので分かりませんが、はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、本当に意外と置いてしまえばね、使う場面はコピー機たくさんあるかなと思うので、はい、そういう意味ではね、視聴者の方もね、ぜひ、多分見ていただいているのは3年生とか4年生のね、親御様多いかなと思うんですけど、はい、ぜひレンタルもね、ご検討いただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい。でね、もう本当に時間、1時間近いんですが、最後に、まだ、まあ今日質問の話でね、かなり進みまして、まあ実際直近3ヶ月お子様の様子、それから花丸さんの様子でね、こういうことが3ヶ月の間にありましたっていうことがあれば最後お聞きしたいんですが。そうですね。なんか3ヶ月夏休みもあり、サピックス入塾テストもあり、後期が始まりと、学校行事もあってて、いろいろ正直あったんですけれど、夏休みは進学クラブって、季節講習も一緒に含んでるんですよ、うんうん、なので本当に年間25万ぐらいで全部込み込みで本当にコスパ最高の教材かなと思うんですけれど、一応その夏期講習分があったので、それをテキストを解きつつ必要なとこだけ映像を見てっていうのを、16日はかけずにもうサラサラという感じでやって、うん、そうですね、あとは土日とか、まあ、1週間とか取って、夏休みは自分は結構楽しみました。で、後期に向けてやっぱり前期4年の上の算数やり直しを夏休みにやろうと思って、ほとんどそれで潰れてしまったので、やっぱり算数週1回は少なすぎたかなとちょっと反省をして、4年の下からは算数の日を2日間取るような形で、復習もちゃんとその、あれですね、サイクルの中に入れて、冬休みまで残す。まあ、冬休みうちほとんど多分ないと思うので、冬休みまで残すってことはせずに、ちゃんと、習得して次に臨めるようにしていきたいなと変えたのと、あと国語の力が結構ついてきて、もしでもそこそこ取れるようになってきたので、予習シリーズも2日間かかってたのを今1日でちょっとできるようになってきたので、国語を少し減らしたのと、国語の漢字も先取り全くしてなかったので、その4年の下の分だけは夏休み中に先取りしようと思ってしているので、今回2回目で毎週のサイクルを迎えられる形になったので、だいぶ国語にかける時間を減らすことができましたかね。でそれがまあ日々 の勉強スタイルで変えたいこと、あとは個別場を採用して算数がすごくスピードアップしましたっていうのが変わったことかなと。あとはそうですね、サピックスの入塾テスト、すごいそれまではサピ行こうかなとか言って盛り上がってたんですけれど、一応塾行くの、それともインター続けて今みたいにいろいろやるのっていうのをちゃんと話し合うきっかけになったのですごく良かったんですけど、サピックス の入塾テストはですね、いいとこから言っちゃうと算数満点だったんですよ。算数150点満点で、そこか、国語はどれぐらいっていうのかな、6、7割ぐらいですかね。うん、理科は、まあ、80何点で、うん、社会は結構ひどくって、本人はもう全くできなくて30点ぐらいだとか言って、ほぼ泣きながら出てきたんですけれども、うん、点数自体は一応50何点、うんうん、だったんですね。うん、で、まあ、社会はやってないもの出たら全く解けないのも当たり前だと思うので、全然大人としては何とも思わないんですけど、本人的には多分社会が最後だったのか、なんか泣きながら出てきちゃって、うん、やればできるものだから別に気にする必要ないよっていう話と、
あとは、まあ、そうですね、算数が満点だったので、本人的にはなんか満足して、本当にやりたいんだったら、それでもいいんじゃないって、それこそ、応援とか目指すんだったら、そういうところに入った方がいいとは思うよっていう話をしたら、なんかいろいろ考えて、やっぱりいろんなことを欲張りながらやっていける学校に行くことにするみたいな感じで言ってたので、なんかそうですね、はあ、うちは結局行かないってことに決まって、家でこのままやる方が楽しいみたいに本人も言ってたので、当分塾行きたい熱は冷めてるかなと、また6年生ぐらいになったら一度検討はしようかなと思いますけどね。あとは、勉強する動機ってどうなんだろうっていう、前回の質問の時に、二宮さんから、そんなに一生懸命子供さんやってて、どういう、あれなんですかねみたいな、勉強が楽しくて仕方ないんですかねみたいなこと言われて、なんか私、やっぱりよくわからないなって思ったんですけれど、ちょうどですね、なんか東京都の教育委員会がしてくれた、娘に多分質問票で、やった調査っていうのの結果がも戻ってきて、学習する理由は何ですかっていうところが、分かることやできることが楽しいから、将来の仕事や生活に役立つから、友達や先生と学習するのが楽しいからっていうところに丸してて、バツのところがですね、学校の学習で人に負けたくないからっていうのはバツだったんですよ。だからやっぱり負けたくないと思ってやってるわけじゃなくて、普通に純粋に楽しいとか、でご褒美をもらえたりするからも罰になってて、別になんかこう誰かにご褒美をもらいたくてやってるわけじゃないのかなっていう感じで、ただ花丸をつけてもらうとすごくうちの子喜ぶので、学校の先生とかって宿題に花丸つけてくれたりするんですよ。でうちも小さい頃からできた時には花丸をつけることにしてるので花丸にしたんですけれど、からやっぱりそういうのは嬉しいと思ってるとは思うんですけれどね、はい。あとはびっくりしたのが、毎日2時間以上勉強してるって答えた小学生が 17% いて、東京都のなんですけれどね、中学受験率と同じぐらいというか、はい、中学受験しようと思ってる人たちは毎日2時間以上平日勉強してるんだって、月曜から金曜日までの平日の学習時間なんですけれども。17%、そうですね。多く感じますけど、まあ、それがやっぱり都内の中学受験する率なのかなぐらいですね、本当に。そうですよね。はい。という質問票をちょっと楽しんで見てましたかね。はい。そんなとこでしょうかね。今日、ちょっと僕が事前にさっきの質問をこう読んでた中で、僕が飛ばしちゃったのかな、通塾する予定はありますかっていう質問が、あったんですけど、今のところはないかなっていう感じですか？今のところはそんなないかななんですけれど、ちょっと一つだけ、大井の文化祭に実は行ったんですよ。で、うちバイオリン管弦楽を中高でやりたい、オーケストラでやりたいっていう、なんとなく淡い希望を持ってたんですけれど、そこで大井の管弦楽のステージをですね、見たんですよね。そしたら、ものすごく良かったんですよ。私もこんなに感動したこと今までないっていうぐらい、学生さんのちょっとした出し物かなぐらいの気持ちで行ったらですね、全部アンプで、譜面全く見ないで、全員こう、息をこう合わせながら音楽弾いていて、で、指揮者もいない楽曲がほとんどで、一曲だけ指揮者が出てきたんですけど、もちろん指揮者も譜面見ないでまとめていて、で、その応援の生徒さんが多分いろんなことが走馬灯のように駆け巡ったのか、もう感極まっちゃって、弾きながらポロポロ泣き始めちゃって、終わった後にはハグしてっていうような感じで、見てるこっちも、なんかわからないけれど、すごい感動しちゃったみたいになって、娘もですね、泣いちゃって、なんかいや、とっても良かったねって、文化祭も純粋にすごく楽しくて、子供目線で本当にサービス精神に溢れた文化祭で、すっごく気に入ったって言ってたので、いやちょっと応援目指すみたいな感じになって、それだとやっぱり本気でちょっとやらないと、それでもどうかなっていう世界だよっていう話で、通塾それはしないと無理だと思うっていう話を
したんですけれど、うん、それでちょっと 1ヶ月2ヶ月他の文化祭も見ながら、うん、まあ、自分の志望校っていうのをどこら辺に置くかっていうのとか今の偏差値とかを考えて通塾はやっぱり見送ろうってこの2ヶ月でちょっと話し合って決めたので、うん、今のところはないですかね。で、6年生になったからといって別にそれだと通塾する必要もないかなと思うので日曜日のサンデーサピックスとか、うん、あの志望校のとかですかね、うんうん、あとは今日能研で目指せ難関校っていうのを土曜日に取ってるのであのそれはすごくいいみたいなので、うん、そういった形での土日にある講習は取るかもしれないですけれど、うん、少なくともレギュラークラスで今取ろうかなっていうのは考えてないので、うん、6年生まであのやっぱり今のインター続けてあの家に一人で帰ってくるのはやっぱり嫌だって本人も言うので通塾はあんまり考えてないです。うん、あとは英検の2級に合格しましたかね。英検2級。おお、それはすごいな。英語もすごいですね。本当は多分ペーパーテストよりも多分話したり聞いたりする方がきっと得意で、うん、英検は結構あの厳しめのリーディング、特にリーディングとかは厳しめの点数ではあったんですけど、うん、他のリスニングとかライティングが取れてたので、うん、まあ、合格できたっていう形で、はい。話を聞けば聞くほどオールマイティーな、いろんな分野にすごく力を入れていて、あ、そっちもなんですねっていうのがね、今日話聞いた中でも、通塾するかしないかは、しなくても、まあしなくてもっていうか、大半の子はね、してるんですけど、はい、まあでもそういうね、プランがあってっていうことであれば、例えばその特別講座だけは取っていくとかっていうのは、確かにそれは一つの形かなと思うので。日能研の先生は、その話をした時にすごいいいじゃないですか行けると思いますよって言って、うん、日能研の先生は言ってくれたんですよ、うん、室長の先生ですね、うん、でそこで、まあ、今お世話になる形でその資格を取るためには模試を受けなきゃいけないので日能研の模試も受けてあのなんとか資格維持をしてるんですけれどそんな形でうちは模試と そこだけ取りたいですということにそうですねそれを認めてくださってあの室長さんのところでやってるんですが、うん、あのサピックスの説明会の時にあのサピックスには映像授業もあってあの通塾しないでそれを見てあのテストだけ受けるとかそんなのはやっぱり難しいんですかねみたいなことを言ったら鼻で笑われちゃいました一応理由を言ってあの通塾できないので、まあ、あの完璧じゃなくてもっていうようなことを言ったにもかかわらずあの今週2日ですけどその通塾も難しいですか中学受験のためにみたいな言い方だったので、うん、ちょっと私的にはもう先生資格や頭を丸くしてって本当に思ってなんかこうちょっと門前払い的な雰囲気をちょっと感じちゃったのと、うん、四谷大塚の、まあ、本当に四谷大塚ってきっと校舎によってもうバラバラだと思うんですけれど結構やっぱり中学受験塾って塩対応が多いなってちょっとやっぱり感じてたところ正直あって、うん、でその四谷大塚も、まあ、マンスリーっていうので月1だけ小3までは通ってたんですけれども、うん、あのそれも裏メニューが週末にあってですねでその時にやっぱり通塾しないで進学クラブでやろうと思うんですっていう話をしたらそれで成績落ちないといいんですけどねっていうなんか変なくさびみたいなの打たれてなんかこれから頑張ろうって言ってる人になんかちょっと厳しいなと思って、うん、まあ実際にこうフラットにこう考えて現実的には難しいっていうのは実際多分あるのかもしれないんであのうまくそこねこなせる正しいことなんでしょうね。いや正しいかどうかはわからないんですけど、僕にはそこまでできないかもなっていうふうに思っちゃう。まあ私はそこまでできない。まあ塾に任せちゃった方が楽親として気持ちがっていう人も実際には多いのかもしれないんです。はい、ただ、まあね、実際にはその塾に通わなきゃできないことではないっていうのは間違いないです。今通信とかね。そういったのがあるので、それをうまく活用していけるんだったら、むしろそっちの方が勉強だけにならないでっていうふうにはできるんじゃないのかななんていうふうに僕はちょっと思ってる部分があるので、はい、まあ、自由とは増しますよね。うん、うん、なので花丸さんのお話はすごく僕にとっては新鮮というか、まあこれからそういうような形、まあ特に中学受験ではさっきやったね、じゃあ
まあ、応援を受けたいんですってなると、それはそれでやっぱ特別講座とかね、受けておいた方が、お子様にとってはいいとか、そういうことはあるかもしれないですけど、中学受験をしていくっていうことで、考えるんであれば、まあ、通信教育っていうのをうまく使いながらっていうのも、まあ、それこそ令和の中学受験なのかなっていう気はしてはいるんですけどね。そうですね。まさに令和の中学受験っていう感じですかね。はい。なので、それは、まあ、現場でね、先生はわからないですけど、やっぱこうね、来てる、教室に来てる子供たちを見ると、やっぱりね、教室に来てくれた方がいいっていうふうに先生は思うのかもしれないんですが。まあでもそこはね、どういうふうにこう、お子様が大きくなるにつれて、実際志望校だとか、本当に現実的にどうするってなった時に、花丸さんのね、一家がどういうふうに、判断をされるのかっていうのも、未来の話としては僕は聞きたいなって、すごい今から興味がありますので。いや、本当ですね。あとはやっぱり親子関係が崩れたり、反抗期になっちゃったら結構、自分でやるの難しくなるので、その時は塾にお任せするしかないかなとは思ってます。確かにね、親子喧嘩になってしまうと、でもならなそうですけどね。今のところはもう、はい、なんか本当にお互いストレス感じることなくできてますけれどね。まあ、そこはね、大半の家はそういうストレスってこう出ちゃいますけど、なんか出なそうな、うまくこう、お子様とね、コミュニケーションがすごく取れてますし。はい、ね、そうしたいなと。やっぱり自分はこの時期、まだまだ、外でいっぱい遊んでたのでっていうのがあるので。はい。なんかその、応援に行かないと医学部入れないのかなとかって言われた時に、ちょっとなんか、娘にそう、説明するのに、いやいや、年間医者になるのって9000人ぐらいいて、その中の応援卒の人って多分せいぜい150人ぐらいじゃないのっていう話を自分がした時に、なんか改めて、やっぱりそうだよねって、大半はまた全然違うルートからやってくる人たちだから、やっぱりその人たちと、医者に、確かに18になる時の偏差値は違うかもしれないけど、そこからの頑張りとか、そこからの勉強で医者の人生って全然違うと思うので、やっぱりそのとこに入った大学だけのレベルで、医者の良し悪しって本当に決まらないし、頭の良し悪しも全然決まってないって、私はやっぱり自分でその世界にって思うので、そうですね。だからその残りの8000何人の、多様性の中で、やっぱり自分の魅力をちゃんと出していける、その誠意とか、その仕事に対しての、はい。そういうのこそ大事かなと思うので、やっぱり凝り固まる必要はないなって、偏差値1個でも高い学校に入る必要はやっぱりない、中学校の時点ではって、なんか、子供に説明して、また改めて思いましたかね。実際そうですもんね。なんかどうしてもこう、偏差値だとか、やっぱりこう、応援とかね、女の子だと、なんかトップみたいなイメージがあるので、もしかしたらそういうトップを目指すみたいなことをね、思うこともあるかもしれないですけど、まあでも、そこがだけが学校ではないので、お子様が楽しい学校生活をまず送れるところ。本当にそう思います。はい。人によってはね、全然近いからって言って全然違う学校を選ぶ方もいますしね、いろんなお客様の話聞いてると、ものすごく成績が良くて、あ、じゃあこういうとことかは迷わなかったですかって言うと、全然迷わなかったですって。もう距離的に我が家はなしなんでっていう方もね、いるし、いろんなお考えを持ってる方、当然いらっしゃると思う。そうですね。ただ自分の求めてるものは少しずついろいろ輪郭ちゃんと出てくるのかなと思うので、最終的には自分がいいと思う学校って決まってきそうかなって気はしてますかね。なんとなくイメージは出てきました。各学校。出てきました。あとはやっぱり管弦楽絶対やりたいっていうので、そこの縛りが出るとすごく学校が絞られちゃうので。確かに確かに。はい、今から慌てて管弦楽の公演を見に行こうと思って、ありますもんね、そうですね、はい、コンサートみたいなね、計画立ててます、はい、まあそういったところはまたね、来年以降とかも引き続きお話は聞けるかなというふうに思ってまして、はい、引き続きまあ何かね、花丸さんに聞いてみたいって質問があればコメントいただければまた次の動画でね触れていきたいと思いますし、次が、なのでもう次は2024年にインタビューがね、はい、年は明けてのインタビューになる予定なので、
まあ、そうすると新5年生も近づいてるかなっていう時の次回インタビュー、はい、まあ、5年生の準備っていうところも含めてですね、はい、お話これからも受験が終わるまでどのようにね、はい、花丸家が進んでいくのかお話聞いていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、今日もありがとうございました。